見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。志望者が戻り難関、準難関大とも難家か。秋も深まり、志望大学を決める時期となった。2022年度入試、22年4月入学、の学部志望動向は、コロナ禍に加え不透明な状況が影響を与えている。詳細な状況について、文系、理系、医療系に分けてお届けする。学部系統別難易度特集の第1回は、文系学部の志望状況について検証する。まず、難関大の傾向について、21年度の入試状況を振り返りながら22年度の状況を見ていこう。21年度は、国公立大の志願者が堅調に集まる一方、私立大は大幅減。その背景にあったのは、18歳人口の減少に加え、21年度の入試改革を避けるための安全志向から、20年度入試で進学先を決めた受験生が多く浪人生が減ったこと。さらに、コロナ禍で年内の総合型選抜や学校推薦型選抜で入学した受験生が増加したことにある。これらの要因のうち、入試改革以外は22年度入試でも継続しているが、難関大の志望状況には変化が見られる。ベネッセコーポレーション、学校カンパニー教育情報センター長の谷本雄一郎氏は言う。前年の志望者を100とした時の指数は、難関国立10大学が110で、国公立大全体の104を上回りました。私立大も総計上理、早稲田大、慶応義塾大、上智大、東京理科大、111、マーチ、明治大、青山学院大、立教大、中央大、法政大、123、日東駒線、日本大、東洋大、駒沢大、専修大、122と難関大から準難関大まで志望者が戻っています。難関国立大の人気がさらに上がりそうな中、準難関の国公立大でも、難家含みの大学がある。河合塾教育情報部長の亀井俊介氏は、こう話す。コロナ対策で二次試験を早くに中止発表して志願者が大幅減となった横浜国立大は、分離を問わず志望者が増えて昨年の倍率を上回るのは確実。大阪市立大と大阪府立大の統合で生まれる大阪公立大は、難家を警戒して分野小の志望者が減っていますが、認知度も上がっており、入試が優しくなることはないでしょう。